死病を乗せたドローンが老人ホームに向けて離陸しました。患者のもとに薬を届けるのはなんとドローン。旭川医大で行われたのは、医師と薬剤師、患者が接触せずに薬を処方し届ける全国初の実験です。実験は道経産局や大手調剤薬局などが協力して行いました。いつもですね、ノートにつけていただいている血糖の値を見せていただいてもよろしいですか？はい、わかりました。血糖値も比較的安定しています。まず医師が老人ホームに入居する男性をビデオ通話で診察。糖尿病患者が新型コロナの感染拡大で通院できないという状況を想定しています。それでは、今日ですね、次回来ていただくまでの間に必要なインスリンを臨時で処方します。糖尿病の治療薬を用意するのは、医師からファックスで処方箋を受け取った薬剤師。処方された薬が温度管理のできる箱に丁寧にしまわれました。実験では、旭川医大の建物の屋上からおよそ500メートル離れた老人ホームへ薬を届けます。天候は晴れ、風は秒速3メートル。ドローンはプログラミングされた通り、自動運転で目的地へ。離陸からおよそ5分、今ドローンがゆっくりと老人ホームの敷地に降りていきます。スムーズに薬を届けることができました。新型コロナの感染拡大で通院にもリスクが伴う中、関係者も期待を寄せています。ウィズコロナの時代の新しいその医療のあり方、第一歩ですね、大きな第一歩を刻んだんじゃないかなと思います。一つ一つちょっと課題を精査して、皆さんと協力して実用化に向けて取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。